どうもこんにちは、ドクトレーナーショーゴと今日一緒にやってくれるのはチワワのショコラちゃんです。ここでね、ショコちゃんと一緒にやっていきたいと思います。それでは内容に入る、その前にオンラインサロンでは楽しくやらせていただいてます。今ねメンバーさんどんどん増えてますので、もしよかったらねオンラインサロン入ってみてはいかがでしょうか。ということでね、はい、内容の方に移っていきたいと思います。来週から初めてトイプードルを飼うのですが、いろんなしつけがあり初めてなので同時に教えられるか不安です。しつけの優先順位はありますか？はい、しつけの優先順位を、ね、知りたいということなので、それについてね今日はね説明をしていきたいと思うんですけども、まずですね小型犬を迎えるということにあたって、今ねいるね、ここにいるね、ショコラちゃんも1キロ多分ちょっとぐらいの子かな、きっとね抱っこした感覚2キロはなさそうです。こういうね超超ちっちゃい子たちもね中にはいます。特にねプードルさんってなってくると、もちろんねトイプードルの中でもものすごくちっちゃい子もいれば、まあ中にはねちょっと体格がねしっかりしてる子もちょっといて、体には差はあるんだけども、でもこのねまず超ちっちゃい子のこの小型犬を飼うってどういうことかなっていうことなんですけども、まずですね小型犬を迎えるにあたって、本当にねこのねちっちゃい体分かります？これ今ねおとなしく本当に抱っこさせてくれてお利口さんにしてますけど、変な話ワンちゃんっていうのはこれだけ小さいと抱っこ一つでも本当にね慣らしてあげて信頼してないと抱っこ一つやらせてくれません。もちろん例えば中型犬大型犬ね落っこどしちゃいけないんですけど、でもねもし抱っこしてるところバッて落っこどしちゃっても変な話ね、中型大型の子たちは怪我はするかもしれないけども、よっぽど変な落ち方しなければ死んじゃうってないんですけど、この子変な話今自分に命預けてる状態ですよね。すごい悪い方するとこのままポンってやったらもしかしたら死んじゃうかもしれない。でもそんな人に対して尻尾振って、抱っこを許すっていうのはもう人のことを本当に信じきってないと難しいですよね。でそれは一番大事なことっていうのはまずちっちゃいこのぐらいの時期ですね、お家に来たばっかりの頃、人は大きく見えていて、もちろんね大きくなって警戒心が出てきたらもう巨人の国で暮らしていかなきゃいけないから、この子たちはものすごくね人が大きく見えるし怖いことだと思います。だからこそちっちゃい時にちゃんとねフードを使ってね抱っこを鳴らしてあげたりとか、いろんなところね手触ったりとか、ね、耳触ったりとか、こういうのもねちっちゃい時から本当に鳴らしていかないと、大きくなってきて怖くなって意思表示がはっきりしてきてそこから教えるってわけにいかないので、一番大事なことっていうのはやっぱりこうちっちゃい時には今しかできない経験をさせていくっていうことが非常に大事だと思ってます。で特にねちっちゃい子たちっていうのは、自分が見てる中でもこの体つきが、1キロとか2キロちょっとぐらいの子たちっていうのは性格的に固まってくるのがすごく早く感じます。どのぐらいかっていうと、もう中には早い子は本当3ヶ月4ヶ月ぐらいでは考え方がはっきりし始まっちゃってる子もいるんじゃないかなと思うので、なんか3、4ヶ月っていうと全然これからって感じするじゃないですか。でもねその頃にはすでに固まってるなんていう子もね時々見受けられます。しょうがないと思います。これだけちっちゃいと変な話触らせたりとか抱っこさせる一つにしても、もう自分がしっかりしてないとこの人には抱っこされても大丈夫とかダメとかっていうのが自分で決められないと生きていけないですよね。なのでもうそれだけ早くね自分の中で判断するっていうことが、求められるので、早めに考え方がしっかりしてくる子たちが非常に多いんじゃないのかなと思ってますので、この子たちみたいなこのちっちゃいサイズの子たちにはもちろんねやっぱりいろんなことを慣らしてた方がいいと思うんですけど、例えばねまずは環境に慣らすのも今だと思います。大きくなっちゃってからやるちっちゃい時に環境に慣らしてあげたりとか、あとはね手とか足とか触るのも嫌がったりすることもあったりします。なのでフードやおやつをね使ってあげながら短い時間で慣らしてあげるっていうことが非常に大事なので、正直に言うとお座りとか伏せも大事です。コミュニケーションでできるにもちろんね、越したことはありません。ただね、お座り伏せとかを気合い入れて、例えば他の人との接触が少なかったりとか、お外にあんまり出してなかったりとか、そうすると後になれば後になるほどもちろんね、ワンちゃんたちは慣れていきにくいです。もちろんね大型犬中型犬の子たちも早いに越したことはないんですけど、あの子たちね大型犬の子が自分を見た時とこの小型犬の本当にちっちゃい子がね自分を見た時のねサイズのこの大きさの感じ方絶対違うと思いますので、で怖がんないでって言われたって大きくなってから接したら怖いよね。なのでお互い仲良くね楽しく暮らしていくためにはやっぱりいろんなことに慣れてもらうっていうことは非常に大事になってくると思いますので、しつけ教室トレーニング教室ね、
通ってもらいながら、トレーナーさんを通してね、いろんな経験させてあげてもいいと思いますし、ぜひね、積極的にいろんなところを一緒に連れてね、出かけていただけたらいいんじゃないのかなと思いますので、ぜひね、ちっちゃいワンちゃん迎えた時にはね、これからね、ああ、巨人の国で君は暮らしていくんだね、いろんなことになれないと、やっぱり吠えるなっていうのは難しいので、ちゃんとやっぱりね、人がなんだか知ってもらった上でね、吠えちゃダメだよ、噛んちゃダメだよって教えていかないと、いきなり知らない人に会ってね、怖いところで、噛んじゃダメです、吠えちゃダメですっていうのは難しいんじゃないのかなと思いますので、ぜひ皆さんもね、お家にワンちゃん迎えた時から抱っこしてお外にお散歩連れてってあげたりとかね、おやつあげながら抱っこしてあげたりとか、でちょこっとね、抱っこしたらもうすぐ下ろしてあげたりしながら、嫌なことにね、しないように少しずついろんなこと慣らしてみてはいかがでしょうか。